ビアトリクス・ポターの世界的ベストセラー絵本をハリウッドで初めて実写化した映画、ピーター・ラビット、公開中、の。日本語吹き替え版で主人公のウサギピーターの声を担当した俳優の千葉雄大、29、に前、後編のインタビューを実施。自然豊かなイギリスの湖水地方を舞台に、ウサギたちがミュージカルのように歌。ヨードル本作では、ピーターの可愛いだけではない魅力が生き生きと書かれる。後編では、僕も可愛いだけじゃない、と語る千葉に、可愛い、と言。割れ続けてきたその一般的なイメージをどう感じているのか本音を直撃。また、可愛いだけではない自身の意外な一面も教えてもらった。千葉雄大撮影、スタの言う昔は可愛いキャラではなかった。千葉さんといえば、可愛い。というイメージが強いですが、ご自身ではこのイメージをどう感じていますか？最近、以前よりはあんまり言われなくなってきたんですが、そういうイメージは未だにあるみたいですね。自分としては、別に、可愛い、もできますけど、っていう感じで、それくら、抵抗はないんですけど、自分からあえて可愛く見せようとは思っていないです。何もされなくて、そのままでも可愛さが出ていると思います。そうですかね、自分ではそれがよくわからないんですよね。狙っているときはわかりやすく狙いますから、確かに、狙っていろんな可愛い表情をよくされますよね。ちなみに、昔から可愛いキャラでしたか？いえ、全然可愛いとは言われてなかったです。自分の記憶がない小さい頃は、母から、あんた女の子と間違われていたのよ、と言われるので可愛い。かったんだと思いますが、物心ついてからは、そんなに可愛いという扱いはされてないですね。可愛いイメージをキープするための努力をされていますか？何にもしてないですよ、年上への憧れい。までも制服がお似合いですし、年齢的に若く見られると思いますが、若さを保つ努力は、それも特にしてないですね。そんなに若くいたいという気持ちはないので、どっちかっていうと早く年を重ねたいなと、早送りしたいです。なぜ早く年を取りたいんですか？年上の方への憧れが強いのかもしれないです。年上の友達が多いので、そういう人たちの楽しそうな感じを見ていると自分はまだ多いなと思う時があります。素敵な大人の男性になるために大切なことは何だと思いますか？余裕じゃないですかね。今はまだいっぱいいっぱいです。可愛さや若さをキープするための努力はされていないということですが、美肌とスタイル維持のために何かやられていることは、あ、それはしています。僕はすぐ太るので食事制限をしていますし、運動も軽くですがしています。お酒がすごく好きなので、飲みに行くときは我慢したくない。だからそれ以外の日は結構節制して、楽しい時はとことん楽しむ、メリハリを意識しています。運動は走るくらいです。冷静で勝ち気、意外な一面を告白声優発表のイベント時も、
ピーターラビットと同じく、可愛いだけじゃない、と熱くアピールされていましたが、可愛いとは違う意外な一面を教えてください。自分がどう見られているのかわかりませんが、割と冷静だと思います。おじいちゃんみたいに達観しているというか、そこまで余裕はないですけど。あと、勝ち気なところもあります。そうなんですね、勝ち気というのは俳優としてプラスでしょうか。どうですかね。よしよしだと思いますが、それで自分に対してイライラすることもあります。人に対してはないですが、ああすればよかった、なんでできないんだろう、とか、自分にイライラすることが多いです。そういうことが多いと疲れちゃいそうです。そう、疲れちゃう。そういう時は、ピーターラビットを見ればいいと思います。そうですね。では最後に映画の魅力をアピールお願いします。ピーターラビットが可愛らしいのでお子さん向けだと思っている方もいらっしゃると思いますが、大人の方が見ても楽しめるし、個人的に強く推したいのが、意外と泣ける、うるっとする感動的なシーンもあり、すごくハッピーになれる映画なので、ぜひ見てください。プロフィール千葉雄大1989年3月9日生まれ、宮城県出身。2010年、転送戦隊ゴセージャーのゴセーレッド新田役で本格的に役者デビューを果たす。2016年映画、との、利息でござる、に出演し、第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。以後、映画、ゼイチの国、NHK 連続テレビ小説、ワロ天下、舞台、危険な関係、など話題作に多数出演し、18年1月期日本テレビ系連続ドラマ、もみ消して冬散るだ我が家の問題なかったことに、の執事見習い役も話題に。甘いルックスと幅広い演技で多くのファンを魅了している。プレゼント、千葉雄大サイン入りチェキ、応募月1日。千葉雄大さんのサイン&うさぎのイラスト入りチェキを1名様にプレゼントします。応募要項、応募期間、2018年5月26日から2018年6月1日23時59分まで、内容、千葉雄大サイン入りチェキプレゼント、当選人数、1名様応募方法 1. マイナビニュースエンタメ CH 公式ツイッター。おフォロー2. 応募ツイートをリツイート当選者には応募締め切り後、マイナビニュースエンタメ CH 公式ツイッターからダイレクトメッセージにて、送付先情報、送付先住所、受取人氏名、電話番号、を伺います。ダイレクトメッセージ送信後48時間以内にご連絡のない場合や、フォローを外された場合、その場合ダイレクトメッセージを送付できませんは当選を無効とさせていただきます。当選条件日本国内にお住まいの方、個人情報取扱いについてのご注意、応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の、個人情報取扱いについて、に同意いただく必要があります。個人情報取扱いについて、に同意いただけない場合は、プレゼント抽選の対象となりません。個人情報取扱いについて、マイナビでは個人情報保護マネジメントシステムを構築し、正しい
個人情報の取り扱い及び安全管理につきましてできるだけの体制を整え、日々改善に努めています。当社が運営するマイナビニュースにおいて、読者の皆様からお預かりする個人情報は、プレゼントの発送などに利用いたします。い、開示等、個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ、株式会社マイナビニュースメディア事業部編集部郵便番号 100-0003 東京都千代田区一橋 1-1-1 パレス。サイドビルニュースリーダー@mynavi.jp 3、個人情報保護管理者、株式会社マイナビ管理本部長パーソナル、データ@mynavi.jp